車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ズッチーパフォーマンスです。今回はついにやってまいりました、マンソリー。私ありがたいことに何度かドイツに来させていただいてるんですけども、アポが取れなくてですね、マンソリーに来たことはありませんでした。今回ついにマンソリー訪問ということで、中の様子お届けしたいんですけれども、ちょっと先にフライングでいろいろお話をお伺いしたら、やっぱりこう世界中の重症患者さんの車が集まってるんで、まあ、撮影できないところが結構ありまして、あとは新しいコンセプトカーなんかも作ってるんで、その辺はお届けできないんですけども、それなしにしてもかなりやばい会社なので、ちょっとその全貌の一部をお届けしたいと思います。そしてですね、今回ご紹介させていただくこの本社ショールームの他にもいろんなところに工場があって、まあ、内装やってたりだとか、あとは車のメカニカルの部分やってたりだとか、まあ、あとはカーボンパーツの工場があったりとか、まあ、本当にいろんなところに拠点があるんで、本当に一部にはなるんですけども、今回お届けしたいと思います。さあ、というわけで外観はこんな感じでございます。もうなんか地方の小学校かっていうぐらいの感じの建物ですけれども、こんな感じでドーンと、はい、今岡くんが立ってるんで建物のサイズ感も伝わると思うんですけれども、こんな感じの建物で目の前に高級車がこうやってずら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 っとなんですけれども、ちょっと今後ろ向きますね。ご覧ください。ですね、来た時に道間違えたんじゃないかっていうぐらいとんでもなくのどかなところ、高速降りてから30分ぐらい走ってるね。北海道ってこんな感じだなみたいなところを走りながらそしてすれ違いできないようなちょっと山道も通りつつたどり着いたこちら、はい、でもうカスタマイズ待ちの車がたくさん、もうウルスがあったりだとか、あとはあんまり見かけないレース、ドーンだと思ったら、これ調べたらランドスピードっていう世界、60台限定の車らしいです。レースが35台、ドーンが25台で、この黄色くなってるのが、まあ、特徴ということで、こんな感じで内装のパネルがめちゃくちゃかっこいいパネル、そして助手席前のパネルもめちゃくちゃかっこいい。これ気になる人は公式の画像を調べてください、うん、世界に60台しかない車のうちの2台がもうすでにマンソリーでスタンバイしてると、はい、っていうことはもうこれもフルマンになるんじゃなかろうかと、いうことですけども、こんな感じでもう激レアすぎて岡くんもこれ何って言ったぐらいなんでめちゃくちゃ珍しい。多分日本入ってきてないよね。だからおそらく 1,2 台じゃない、来ても。あ、来てもそんな感じだよね。でこんな珍しい車もありつつ、ご覧ください、この並び全部ロールスロイス、はい。そしてなんかインナーブラックのヘッドライト珍しいの。そうそう、これが闇に設定があるんですよ、ゲレンデみたいに。で確か左右で130万ぐらい。そんなするの？だなんかゲレンデのヘッドライトをイメージすると、まあそれぐらいするから。ああ、なるほど。これですね。こっちがインナーブラック、はい。これめちゃくちゃわかりやすいですね。こっちがノーマル、はい。これちなみに交換もできる。できる。あ、可能です。じゃあその辺ご希望の方は、はいはい、大阪店に、はいはい、言っていただければできるそうです。はい、じゃあ今回入れときましょう、ちゃんと。はい、そしてカリナンあるじゃないですか、ここに。はい、でこっちにもカリナンあるじゃないですか。はい、で振り返りますね。はい。カリナン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 、僕はゲレンデ、はい、もうモータープールかっていうぐらい信じられない量のカリナンがこれやばいね。ほぼ全部新車なんですよね。ちょろっと中で見た車も走行11キロとかまだディーラーの札がついてるとかそんなんばっかりっす。でここでもうマンソリーで内外装をやって全世界の、そうっすね、はい、重症患者さんのもとに届けられるということで、北米仕様もめっちゃありましたね。あったね、残念ながらちょっと日本仕様のは見かけなかったんですけど、はい、こんな感じでずら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 と。で奥ちょっとピットの方にある車がこちらです。ドーンこれやばいね。これ日本選べんの、この色。いやでも中のちょっとネタバレなんですけど、中のパネルもマニュファクトゥアって入ってたんで。あ、そうなんだ。特注。へえ、なんと水色の S クラス。まあ、エンブレムなんてないんでこれむちゃくちゃかっこいいね。当然フルマンソリーになって、まあ、これから多分タイヤホイールは交換されるんだと思うんですけど、全部フルフルでメッキモールが全部ボディ同士。ほんとだ、ここもそうですし、これメルセデスで塗ってんのかな。そんなことないよね。いやどうだろう、さすがにこれはマンソリーだよね。ベンツではせえへんと思う。これドアノブも窓枠も全部すげえな。でルーフのスポイラーもついてて、はい、全部変わってます。サイドもそうだし、そしてびっくりなのがこれ内装真っ白です。ス
ステアリングも含めて全部真っ白と。で、そのパネルにマニファクチャーかな。あ、本当だ。ロゴが入ってある。特注仕様みたいです。400だとたまにいるよね。プロフェッショナルブルー、チャイナブルーか。あ、ゲレンデね。あ、ゲレンデ、ゲレンデ。ゲレンデの400だとたまにこの水色と白内装を見かけますけど、まさかの S クラスでここまでやってる。ここまでって。はいはいはい。で、こっちも、これ2種類ぐらいなんだよね、ここも。2種類あります。そうですよね。はい。で、あとはですね、向こうがコンセプトカーというか、新型車を作ってる工場なんですけれども、さすがにそれはまだどこにも出てないらしいんで、撮影不可っていうことなんですけど、口で説明するととんでもない車がいっぱい入ってました。テックアートのプライベートレベルのポルシェがあったり、はい、あとまあゲレンデはドアが違う方向に開いたり、あ、それあったんだ。あった、あった、観音開きの。で、しかもそれストレッチしてるんですよ。あ、なるほど。で、ゲレンデのリアクォーターガラスが長くてマンソリーの刻印入っててあと SVJ が多分新作っぽい、はい、ドアとか全然違うかった。 SVJ もそうだし、あと SF90 もそうやし、あと MC20 のフルカーボン、もう全パネル交換してあるやつ、ね、ドアとクォーターとルーフ以外全部カーボン。そう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 、そんなのも入ってたりとか、うん、ですね、あ、でもドアも変わってた。あ、変わってたんだ、あれ。そう、ドアも変わってて、で、ルーフは多分ノーマルのカーボンなんかな。その辺も入ってて、で、全部の車まあ内装がないんですよ。もう全部張り替えで、全部張り替えで出してて、だからもうエアロを組みながら張り替え工場で張り替えてて、帰ってきたらそれ組んでみたいな。そしてこっち側にももう仕上がった車かな。そう、 S があったりとか、S で、はい、これ塗装っぽいんですよね。これ塗装なんだ。あ、でもこれも塗ってますね、ほら。へー。で、他にも MC20 の屋根開きチェロ、チェロで、これは多分データ取り用の。ああ、なるほど。そうそうそう、なんで多分これからエアロ作るんやと思うんですけど、あとはこっちのフルマンソリーカリナンルンダ、はい、で、これ見ていただきたいのは、なんとカリフォルニアナンバーがついているということで、アメリカから運ばれてきた車、はい、だからおそらくこれ内装とか仕上げて、はい、まあ、アメリカに戻っていくんじゃないかなと。そうですね、だから US マーカーがはいはいはい、ついてる。で、その後ろで今この洗車してもらってるこっちの SL63 フルマンソリー、なんとこれ詳しく紹介させてもらえるということで、その辺もお届けしたいと思います。そしてですね、この先のこの建物の中がちょっとお届けできないんで、はい、ギリギリまで行きたいんですけど、 このカリラン、はい、このカーボンが新作のカーボンらしいです。このですね、もう なんて言うんだろう、なんて言えばいいのかわからないなんか内装に今まで使ってたやつなんですかね、ちょっと格子柄みたいな。そうそうそう、はい、それを外装で使えるように。ちなみにマンソリーのカーボン本当にいろいろあるんで、プラス 30% かな、うん、そうすると頼めるそうです。これが一応 30% の枠に入ってるかどうかわかんないですけど、街で走ってるマンソリーもし見かけて、通常の T200 かのカーボンじゃなかったら、あ、これやべえやつだなっていうことなんで、皆さん覚えておきましょう。だからこれもそうですね、はい、フォージドカーボン、あ、これもフォージドカーボンなんで、あ、これも 30% アップで払ってんだなって、はい、30% アップって言っても1000万円とかだから、1300万円、1300万円くらい払ってるっていう、形も何も変わらないの、うん、この柄のためにそのぐらい払わなくちゃいけないということで、あ、これもオレンジ色の、そうそうそう、これいいよね、はい、この組み合わせ、ね、かっこいい。ちょっと今回動画情報量多いんですけども、こんな感じで、じゃあ上行ってみましょうか。はい。建物の裏見に行こうって言ったのに、はい、もうこんなのあったら立ち止まっちゃうじゃん。やばい。でもこれ内装は終わってね、マンソリーって、はい、これなんと、これ純正色。うわ、すげえ。これなんとブラックバッジで、なんかもうアメリカのお菓子みたい。あ、皆さんお気づきでしょう、これ隣は鶏がいますめちゃくちゃのどかなところにこれやべえ車が。で、これ内装が終わってる。白で、うん、内装終わってる、はい、本当だ、うん、でも何がすごいってナビの開閉のパネルまでレーザー、本当だ、ね、ちゃんとお分かりいただけますでしょうか、この蓋も全部レーザーが貼られてると、ちゃんと開いて抜けるようになってんだなって、というわけでこんなのが、はい、今度こそちょっと寄り道しないで行きましょう、そこに、はい、さあ、そして今ようやくピットの裏側に回ってきて、はい、はい、あっちか、手前これ従業員の車っぽいよね、ロッキー入ってる、本当だ、こんな感じで従業員の車っぽいのがあって、奥、あ、ベナタスが
新車じゃん、しかもこれもう新車だよね。ぽいですね。すげえな。しかもこれもフォージドカーボン。内装どんがら。あ、内装今やってるんだ。ですね。ステアリングも裸になってます。ああ、本当っすね。とりあえず転がせるようにって感じです。もうなんかさ、この上のさらにベナタスクーペみたいなのあるじゃん。ああ、ですね。もうあれを見ちゃってるから、もうベナタスかみたいな。そしてこちらが多分これからカスタマイズ待ちのフェラーリたちじゃなかろうか。ね、F8 に8122、はい、GTS。あ、GTS かこれ。は全部 GTS。あ、全部 GTS ですね。で、F8 も全部スパイダーですね。これ本当だ。すげえな。でこういう工場というか、まあここ本社ですけど、工場がまあ他のところにもあるってことなんで、うん、もうちょっと全貌を知るにはちょっと規模が半端なさすぎたっす。ちょっと、はい、ちょっとおかしいですこれは。まあ本当に世界中から超お金持ちとか、はい、VIP カスタマーからのこう受注がこんな感じで来てる。車ごと送るっていいですね。そうね、うん、でも日本はそこがややこしいじゃないですか、うん、送るだけでもナンバー切らにゃいけんとかいろいろあるじゃないですか。それがめんどくさい。カルフォルニアナンバーなんかついたまま来てる。いや、そうちょっとその辺のルール的な敷居の高さありますけど、はい、まあ、やってできなくはないんで、うん、まあ、本当にオンリーワンを求める方は、まあ、バンソリー、はい、もう一生もんすよね、ここまでやったら。車持ってきてオーナーも来て相談が一番いいです ね多分できることがありすぎるんで、うんうんうん、というわけでこんな感じがバンソリーの本当にごく一部ですけど本社の様子でございます。でこれから SL63 どうも撮影できそうなんで、 SL63 日本でまだ納車はまだまだされてないですから、それが、まあ、今始まってるっすね。もう始まってます、はい、でぼちぼちっすよね。はい、少しずつ、はい、というわけでまだまだ珍しい存在だと思うんで、それがもう車になって、うん、さらにおそらくパワーアップされてんじゃないかという話ということで、これからちょっとお届けしたいと思います。これも全部ついてる。なんと勝手に取っていいよって鍵を渡されて。